者の言葉第1回世界文学賞岸田邦男本年度のすなわち最初の世界文学賞を贈られるのが渡辺和男氏の役ラブレーのパンタグリュエル白水社観光と決まったところで年度内に出た書物はパンタグリュエルであるがそれは市の数年来続けている仕事の後半部でこの機会に前半 ガルガンチアとを合わせ、党のラブレーの全訳等に対し、我々は敬意を表すべきであるという意見に一致した。本年はいろいろの立派な翻訳が出た。もちろんその間に、単純な優劣をつけることなどできるはずもない。しかし、世界文学史における記念碑的なラブレーの名と、フランス本国においてさえ、現代語訳を必要とする、その巨大な、類を絶した傑作と、 かの豪快にして微妙なゴール精神の未読者、徳学、渡辺和夫氏とを並べてみて、何はともあれ、この種の組み合わせは、そう滅多に見られぬぞという考えを、多くの人々に抱かせたのである。章という名目は、あるいは本当ではないかもしれぬ。だが、この章は、もとより章に通じる。死は、君子なるがゆえに、笑って受け取られよ。